はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私が、レコードを聴く前に、やっている、クリーニング方法を少し、ご説明させていただきたいと思います。レコードはね、やっぱ埃とかが結構スクラッチノイズとかにつながりますんで、できるだけ、こう溝のね、掃除をしてから、再生するっていうのが望ましいですよね。今日はですね、この愛聴しております、モーツァルトのバイオリン協奏曲、イツハーク・パールマンと、ジェームズ・レバインが指揮しているね、これのレコードをちょっとクリーニングしていきたいかなと思います。クリーニングでね、私が一番、おすすめしたいのは吸い取るっていうことですよね。埃をこうスプレーをかけてこう、回してたら、それなんかなじくってるみたいな感じになりますんで、実際にこう拭き取ってる分っていうのは、こういうのね、こういうので、拭き取ってるつもりが、その拭き取れてないって、そのなじくってるだけになったりとかっていうことが多々ありますんで、あまりこう掃除してるつもりがそうじゃない場合が多くて、本当にきれいに取りたいって思われる方は、バキュームですね、吸い取らせる、ね、埃をこう吸い取るっていうのが一番いいですよね、理想的ですよね。そう思って私、この、VPI っていう会社が出してます、この HW16.5 っていうのがありまして、これがこうね、ノズルかって、こうターンテーブルを回してる間にこれで吸い取れるような仕組みになってるんですけど、これがものすごく欲しかったんですけど、ただものすごく結構それなりに高いですよ。10定価13万円ぐらいするんかな、ね、この VIP の、HW16.5、 たまたまなんですけど、これヤフオクでね、もうだいぶ前かな、もう3、4年、4、5年前かな、3、4年前、それぐらい前に、ヤフオクで3万円弱でね、ジャンク品みたいな感じで 出てたやつを落札したんですよ。ただこれ、蓋が普通はこうついてるんです。蓋がこうついてて、これね、このノズルをこう押し下げる、この蓋がこう乗ったらこう押し下げる役目があるんです。それがないんで、こう手でこう押さえていったらなあかんっていう、あれがありますけど、ほんで、あとここね、ターンテーブルも、これは普通のレコードプレーのターンテーブルのこのゴムを使ってますけど、実はここにコルクのものが乗ってるんですね。 それなんかもうなかってない状態。ただその解説にはね、バキュームはちゃんとしますっていうふうには書いてたんですよ。それはもう信用して。で、ノズルもね、こう外せるんですけど、ここにフィルターがついてたのが、こうベローンとめくれててね。ここに、あ、こうね、あ、間の、あの、フェルトとフェルトの間の、こっからこうね、この垂らした液を吸い取る役割になってるんですけど、ほんで、ここを接着剤で私、止めと、あの、まあ、つけてしまいましてね。それで、このノズルを使用しております。はい。そんな感じです。じゃあ、ちょっとね、それ、今からこのモーツァルトの、バイオリン協奏曲の、このレコードをクリーニングしていきたいと思います。こう、ジャケットから取り出しましてね。丁寧にこう、内袋を出しまして、それで、ターンテーブルのところにこうセッティングします。で、この真ん中のところがね、こうネジ状になっておりますんで、こうクランプでね、これしっかりこう止めるんですよ。これ結構しっかりこう止めます。ね。見えますかね。これしっかり止めて、それでターンテーブルをこう回すスイッチがここにありますんで、それをオンにします。そしたらこのように回りますんで、はい。そこにですね、これもヤフオクで出品されてる方から買ったんですけど、おやっくのね、レコードクリーナー液っていうの、これが結構いいんですよ。これね、
おやくレコードクリーナー、もっと大きいボトルのやつもありますこれね。それにあのこれ ここのおやくの会社の方があの発明されたこのこれ4連ブラシ、デンタシステマのこのねあの歯ブラシをこの A の部分を切ってこのように連ねてやって あのこのようなブラシを使っております。これね今4連ですけど7連ブラシっていうのもねあの開発されてあるんですけど、私とりあえず4連ブラシでやっておりますね。で、あのこう液をねこう垂らして伸ばすのにこれはどこかな、オーディオテクニカの AT6017 っていう、まあこれレコードをこうねこうほこりを取るやつですけど、これで液を伸ばしております。はい、それについていたこうほこりを取るブラシですね、こうやってほこりを取るブラシですけど、これをこうちょっと泡立てるのにこうねこのクリーニング液を泡立てるのにちょっとこういうふうにするのにこれを使っております。では一回ちょっとやってみますね。はい、まずこう回ってるレコードに適量のこう液をこう垂らしていきます。結構ねこれたくさんめにやった方がいいみたいですね。はい、このように垂らしまして、先ほどのこのオーディオテクニカのこれでこう伸ばしますね。こうムラなくこう濡れるようにね、全面がこうレコードひたひたになるような感じで、ひたひたって言ってもねあんまり分厚かったらあれですけど、大体できるだけ薄めにこう伸ばすような感じにしますね。それで右手にこの4連ブラシを持ちまして、でこちらにそのあのねクリーニング用のこれを泡立てのやつを取りまして、これでちょっとこうねこう左で上下させてちょっと泡立てて、でこっちはちょっとねその溝に入ってるそのほこりをかき出すようなイメージです。こっちはねこっちで泡立てて、こっちでその溝の汚れを取り出す、こういう感じです。まあこれね時間を計ってやられる方もいらっしゃいますけど、大体このムラなくできたらもうそれで OK かなと思って、でこれ角度を変えたら全面にこういうふうにねあのいきますんで、こう角度をねこう慎重にこう見極めて、まあねこれねこう擦ってもそんなにあの全面濡れてたらあの気づいたりしませんので、それは大丈夫だと思います。よっぽどきつくねガーッとやらない限り大丈夫ですんで、まあ、こんな感じでいいと思いますね。でそのままこのノズルをセットしまして、これでバキュームを開始します。目安なんですけど、まあ 2,30 秒こうやってあの押し当てて、さっき言ったみたいにあの蓋がないんでちょっと手でねこう押してこうやってあげないといけませんが、それでこのあの A 面がこれで完了します。これであの書き出されたあのほこり、あの溝に溜まってるほこりをこれで吸い取らせたっていう作業になります。それでまあ感想はこの親具のこのクリーニング液を買ったところで、こういうスタンドもね、レコードスタンドもこう一緒にあの販売しておりましたので、これに立ててね、ちょっと映りますかね。これに立てて、まあ、慎重にこれ気づかないようにね、慎重にこう立てて、まあこのようにして。まあ、30分から1時間ぐらいこう乾燥させて、それでレコードプレイヤーに、かけて、再生すると
かなりこうスクラッチノイズなんかなくて、綺麗な状態で、いい音で再生できます。はい。ということで、今日は、私が、レコードを聴く際に、クリーニングする方法を少しご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。